どうもこんにちは、中野敦です。それでは4本目の動画を撮りたいと思います。4本目は足腰股関節を鍛えるトレーニングをしたいと思います。まず両肘を床について左足を前にして右足を後ろにする。そして次は足を入れ替える。これで1回、これで2回、これを10回繰り返す。10回3セット。1回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回。1セット目終了。少し休憩。2セット目。両肘をついて、左足を前にして、右足を後ろにする。それで入れ替える。これで1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回。2セット目、終了。少し休憩。3セット目、両肘をついて、左足を前にして、右足を後ろにする。そして足を入れ替える。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回。それではこの運動は終わります。継続は力なし。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。